はい、さあ巨人ジュースやってますタガッチでございます。ということでいきましょう、タイムスリップ第2弾予想やっていきたいと思います。はい、ということですね、今回は、来週あたりにやってくるであろうタイムスリップ第2弾予想というのを、やっていきたいわけなんですけども、一応ね、第1弾は、丸選手当てております。まあ、当てたというか、まあ来てほしいなという選手を挙げたら、まあたまたま丸選手来たみたいな感じにはなったんですけども、一応ね当てたんで、この調子で第2弾もやっていきたいなと思っております。はい、じゃあね、直近5年間タイムスリープ第2弾では誰が来ていたのかというのを見てですね、予想をね、していきたいなと思っております。で、2023年ですね、第2弾はこちら、長野選手ですね。弾道が中弾道、ミート A、パワー B、走力 B で、センター適正特殊で、B に乗っけられるというところと、あとは超広角アベレージヒッターで来てたよというのが去年でございます。まあ中弾道というところなんで、まああんまりね、やっぱ丸選手がいるので使う人が少なめではありますね。はい、続いて2022年が、山口投手ですね。9位 A 制球 A スタミナ C ということで、9位制球が非常に素晴らしい能力できております。適正が中継ぎで、球種がストレート、シュート、チェンジアップ、スライダー、ツーシームというところで、まあ球種的にはあまりリアタイ向きではないかなと思います。まあツーシームあるのはいいっちゃいいんですけどね。で、能力、特殊能力が、超キレ、コントロール、脱三振というところで、脱三振がね、また別の能力だったら評価が変わるかなといったところなんですけども、キレコンはいいんだけどね、キレコンはいいんだけども脱三振がいらないというところで、あまり、使ってる人は純正でも見かけないかなというところになっております。続いて2021年ですね、またまた長野選手が来ておりました。まあ、パワーが1下がったぐらいで、2023年とほぼ能力は変わりません。で、守備適性も特殊しても B に乗らないという査定になってたので、2023年は特殊で B にまで持ってこれるという能力に変更したんだなというとこですね。あとは特殊能力が超広角さよなら選球眼なので、まあ、またこっちもね超広角で、来てたというところになっております。続いて2020年原監督ですね。当時ね、弾道がアーティスト、ミート B、 パワー A、 走力 C とで、守備適性がサードの C で来ておりました。まあ、サードといえばね、やっぱり不動の、岡本選手がいるので、なかなかサードで、守備をつかせることはないんですけども、代打でね、僕も代打で使ってるんですけども、代打で出す人が多いかなと思いますね。で、特殊能力が超アーティスト、プルヒ、存在感というところで、プルヒがね、まあ、ちょっと渋いんですけども、まあ、アーティストで来てるというところで、第2弾にしてはなかなか当たりの部類なのかなと思います。続いて2019年がラミレスですね。弾道パワー比、ミート B、 パワー A、 走力 D というところで、称号でミート A に持っていくことができます。守備適性はなかなかね、これはもうちょっと、守らせることができないぐらいの、ウォーカークラス、ウォーカーより下手したら下ぐらいの、能力なので、まあ DH 使うなら DH か代打になるのかなと思います。で、特殊能力が、超パワー比、チャンス、存在感というところで、広角もないので、まあ広角ないパワー比はね、正直現環境だと外側投げられるとね、なかなか、打ち取られてしまうというところで、まああまり強い部類には入ってこないのかなというのが正直な感想でございます。はい、ということでですね、直近5年間見ていただいたわけなんですけども、まあ、まとめると、長野選手、山口投手、長野選手、原監督、ラミレスということでですね、まあ例年通りに行くと、タイムスリップ第2弾ってちょっと渋めのというか、リアタイ向きの投手はあんまり登場しないんですよね、第2弾だと。ということも考えると、まあ誰が来るかなといったところなんですけども、一応ね、私なりにちょっと予想をね立ててみました。それがこちらでございます。
はい、まずは1人目、新岡選手ですね。弾道が中弾道、ミート78、パワー78、走力72ということで、称号でミパ A を狙える能力となっております。で、守備適性がもちろんショート C の64、補給51、スローイング60、肩75ですね。特殊能力が超チャンス、広角、内野安打ということで、実はですね、この新岡選手タイムスリップ、2018年だったかなのタイムスリップ第2弾で来ております。それがその時のこの能力ですね。なんで、まあ、もうそろそろ登場してもいいのかなというところで、新岡選手、選びました。まあでもね、やっぱりショートといえば坂本選手とかいるんでね、来たところでゲットすることは僕はないですけども、まあ第2弾なんでそろそろ来てもいいんじゃないのかなと思っております。はい、続いて2人目が内海投手でございます。球威が79、制球80、スタミナ79というところで、称号でオール A が狙えるといった能力になっております。球種がですね、ストレート、スライダー、 D カーブ、フォーク、スクリュー、シュート、スライダーと2種類のスライダーとスクリューが武器の、投手になっております。そして特殊能力が超タイピンチ、コントロール、安定感ということで、またこの超タイピンチがね、発動するとめちゃめちゃ強いわけなんですけども、このね、僕の持ってる宇都宮投手、実はね、2022年のタイムスリップ第4弾で来ました。で、第4弾といえば第2弾と同じで、確定枠のあるところで出たんですよね。そうなんで、コナミさんいいの、宇都宮確定枠で出しちゃっていいのって思ってたんだけども、まあ、そこで出したわけなんで、まあ、今年もね、第2弾第4弾あたりで出ても、まあ、面白いんじゃないのかなというちょっと期待も込めて、最近ね、渋々なんで、コナミさんね、渋々なので、もしねここで来てくれると純正味にとっては嬉しいんじゃないかなという期待も込めて選んでみました。はい、続いてラストですね、こちら亀井選手でございます。弾道が中弾道、ミート75、パワー77、走力77というところで、称号で77の同値が狙えるといった能力になっております。で、守備適性がライトで、補給55、スローイング77、肩82といった能力で、まあ、高橋由伸選手がいるんですけども、まあ、いない人にとってはね、なかなか面白い数値の守備適性かなと思います。で、特殊能力もまあまあ強くてですね、上から超広角、粘り打ち、さよならというところで、で、この亀井選手はですね、2022年のタイムスリップ第4弾で、登場して以来、亀井選手がまだね、出てないというところなので、まあ、こちらもね、そろそろ来たら面白いのかなと思います。結構ファンも多いしね、亀井選手ので、この亀井選手もいいんだけど、まあ、自分のこの持ってる2020年の私立の亀井選手もいいなと思いますね。中弾道で、ミート75、パワー74、走力74で、ライトが、特殊で A に持っていけると、でレフトも67あるんで、まあね、もしライトに高橋由伸がいた場合は、レフトで使うのも面白いかなと思っております。で、特殊能力も上から超広角、チャンス、満塁男と、確率的には低いんだけど満塁男が出た場合は、ミート、パワー、中アップ、まあ、結構ねミパ85ぐらいまで、上げてくれるんでね、特殊能力の発動によっては結構面白い能力になるので、このバージョンが出ても面白いのかなと思っております。ということでね、この3人ですね、私が今回予想したんですけども、まあ第2弾はねちょっとリアタイ向きではないので、もう本当難しいなといったところなんですけども、最近本当ね、まあちょっと渋めなんでね、ここら辺で、まあ、亀井選手かな、来てくれたら嬉しいですよね。まあ、アーティストとは言わないです。うん。アーティストとは言わないんで、ここら辺が来てくれたら、まあ、純正味は嬉しいのかなと思っております。皆さんの予想はね、いかがでしたでしょうか。ぜひコメント欄などで教えていただけると嬉しいです。ということで、今回は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でもよろしくお願いします。